これから、新たにできました茨城空港アクセス道路をちょっと様子見に行きたいと思います。石岡御霊スマートインターチェンジを通って、茨城空港アクセス道路に出てみます。ただ今のカーナビでは、まだその石岡御霊スマートインターがちょっと出てないですね。時間が6時になりますけど、カーナビでは距離が 32.8 キロ、到着まで54分となっています。ちょっとちょうど6時なので、間違いないように行けたらと思います。ちょっとくねくねした感じですね。来てます。石岡御霊インターチェンジ入り口、これをまっすぐ行けばいいんだと思います。およそ 3km 先左方向です。
ここは希望が丘公園入り口になってますね。ここ前通ったことあるな。家からだいたい40分ぐらいで来ちゃうってことですかね。茨城空港前、茨城空港の特徴は、およそ300メートル先、目的地付近で駐車場代がかからないというところですね。茨城空港駐車場、戦闘機が置いてます。ちょっと見たいと思います。展示用の戦闘機ですかね。結構大きいですね、これ。F4EJ。結構やっぱ間近で見るとでかいですね、これ。今はスズメさんの遊び場になってます。RF4EJ戦術偵察機、重さが 24.6 トン、東京大阪間500キロが約11分。やっぱそういうことこれはすごいな。マッハ 2.2、 これは確かにすごいですね。喫煙所はまあ、どこでもそうですけど外にあります。沖縄の札幌、神戸、福岡、今日はこれからはあれかな、神戸、札幌、福岡、沖縄、札幌、ちょっと2階へ行ってみます。
すごいお客さんでほぼ満席じゃないでしょうか。それでは茨城空港出まして、茨城空港アクセス道路を常磐道の方へ戻って、帰宅します。ETC が開かなかった。